行ってしもうた。すぐそこにおったのに。お主。うん。おお、忍び殿か。聞いてくだされ。それがしはついに見申した。女の僧者でござる。遠目にもわかる。美しく、だが儚い様子の。呼んでおるのはわしなのか、尋ねるのじゃった。つい聞き惚れておるうちに、すっと霧の奥へ去ってしもうたわ。そういえば、父上から霧深い隠し里のこと聞いたことがござった。忌まわしい里ゆえ、決して立ち入るでないと。だが今はどうでもよい。さて、この先はなんとも濃い霧の森を、あの女僧者のもとへ行くにはどうしたものかな。霧の奥であの調べが呼んでおる。だと。そうじゃ。あれはこの先の廃寺にこもり、村人たちをまやかすため、幻の霧で村を閉ざしておるのじゃ。廃寺か。古い建物でな。もし扉が閉ざされていても、2階に
穴が開いているはずじゃ。私はあの方たちを失いたくないけれど、留飲をお返しする道、それを選べば皆と別れることになるかもしれません。そう言ってくれるのですね。いいえ、皆、あのお方は本当にお優しいのですよ。これを渡してくださったのも。おい、二個の忍び、いらしていたのですね。おかげで友達と深く語らうことができました。墓地の巫女たちか。はい、それであなたにお伝えしたいことがあります。留飲を断つのではなく、あるべき場所にお返しする道について。留飲を返す。そうです。留飲は故郷を放たれ、この日の元に流れ着いたもの。あるべきではない場所にあるべきではないものがある。故に我らのような歪んだ命を生み出そうとする者が絶えぬのでしょう。留飲や留飲に連なる我らはきっと帰るべきなのです。西へ、神なる竜の故郷へと。ただいかにしてたどり着くか、それがまだわかりません。定かのことを知る者は先方商人ならば、あるいは。それは誰だ。この先方寺の開祖です。弱いは果たしていいかほどか、体内くぐりのうちにこもっています。巫女の忍びよ。なんだこれは。伏し立ちとはまた異なる道、ゆえに無理にとは申しません。もし留飲を返す道を望まれるならば、先方商人よりその術を聞き出していただけぬでしょうか。考えておこう。巫女の忍びよ、もしや先方商人と会ってきていただけたのですか。死んでいた。先方商人は虫付き。何故そのようなことが。だが書が残っていた。これを拝見します。なるほど、蛇垣というものを二つ喰らえば竜院の巫女を治めるゆりかごとなれる。そうすれば竜院を故郷にお返しすることができる。私がそのゆりかご、私がなりましょう。お主、鹿と呼んだのだな。もちろんです。うん。私は墓地の巫女の
ただ一人の生き残り、生中には死にませぬ。巫女の忍びよ、竜印を返す道を望まれるならば、二つの蛇垣をお持ちください。心当たりはあるのか。おそらくは大蛇より取れる肝かと。柿のように赤く染まっていると言います。巫女の忍びよ、二つの蛇垣を手に入れられたのですか。ああ、手に入れた。この赤き様、確かに柿とはよく申したものですね。まことに喰らうのか。もちろんです。そうすれば我が体は竜印をお返しするためのゆりかごとなりましょう。ただあなたの前でそれをするのははばかられます。時を置いてまたおいでください。